まず指をピストルの形にしますね。親指と人差し指を出します。で、親指の方から裏側1周かけますね。これをもう1周かけます。合計2周ですね。で、左指で持っているものと右手で持っているものが交差するようにして、で、この交差している下側から指を入れて、で、かかっている紐をね、引き出します。こうですね。で、引き出した紐を左手で持ってあげて、で、このかかっている2本をそのままね、引き抜きますね。こうで、締めてやるとバタフライノットの完成です。簡単でしょ、ね、丈夫なループができます。